ます。ということで、リクエストにもありました、サマーフェスタね、どうしたらいいの解説動画いきたいと思いますっていう感じで、はい、お願いします。で、なんだっけ、サマーフェスですね、このタイミングで来ましたという感じなんですけど、まあ、復刻がお休み、袴のせっちゃん、あと時見よが、復刻になってまして、4回目と6回目、まあなんだろうね、キャラがちょっと渋い分 PSR 確定1個増やしたみたいな感じのやつになっております。で、 SRPSR の出現率が2倍になっておりますって感じですね。はい。で、20キャラがまあこんな感じで、他暁守やらサンタ三田村、サマフェスでサンタを入れてくるっていうね。あと振袖雅、ここがね、野球マンだったらめっちゃ良かったんですけどね、まあちょっと早いかっていうところと、まああとはまあ闇野くん、大田とか、まあそんなもんかな、同栄、虹谷レイリっていう感じだと思うんで、まあそんなに旨味があるかどうかって言われると、まあそんなでもないっていう感じですね。やっぱ3キャラピックアップして、まあ他はそうでもないみたいな感じにやっぱ、サクスペアなっちゃうので、うん、アプリだとね、結構厳選キャラっていう言われると結構有能どころが揃ったりするんですけど、うん、まあ今回はねこんな感じでしたね。まあスプリングフェスタがめちゃめちゃオクタビア佐伯とかでめっちゃ良かったので、まあちょっとサマーフェスタそろそろ来るかなと思って期待してたんですけど、うん、ちょっと人選が、まあちょっと中堅どころというか、まあ使う場面は結構あるんですけど、まあなかなかね、そんなどこでも使うような、まあ佐伯とかオクタビアみたいな感じではなかったという感じなんですけど、うん、まあ結論から言って、まあスルーでいいのかなっていうような感じでございます。まあ、PSR ね、お休み鈴木とか、まあ、50だとだいぶ強かったりとか、まあ、せっちゃんとかもね、まあ、覚醒キャラなので PSR 持ってると結構いいなっていうのはあるんですけどまあタイミング的にね、まあ、今フリートのガチャ来てますと、いうところで、まあ、使いのがね多いのってね、意外とこっちで、うん、あの縦橋は他の高校でも全然使えますし、うん、このなんだかこっちのキャラと含めで、誰が一番強いかって言われたら縦橋なので、うん、とか、まあ、沖野も、まあ、二次特要員で結構今後もね、使うような感じのキャラですし、まあ、沖野とかと、まあ、この辺のキャラが、まあ、同格ぐらいなんじゃないかなって俺個人的には。合わせとかとね、まあ、合わせはフリートに関してはもうなんつうの、 S ランクキャラって言ったらいいんですかね、まあ、金徳も2個取れるし上限もついてるって感じなので、まあ、基本的に他のキャラって、まあ、上限と、まあ、金徳1個っていう感じか、上限なくて金徳2個って感じだと思うんですけど、まあ、合わせ祝福がかなり、ね、成功率低いにしても、上限と金徳2個っていうのが取れるので、まあ、フリートとかだとねめちゃめちゃやっぱ輝くキャラなのかなっていうところで、そんな感じです。なので、まあ、お休みもしくはせっちゃんかな、まあ、時見よも強いんですけど、まあ、今後の使う場面あるかなって考えたら、うん、北雪で使うせっちゃんと、うん、まあ、なんだっけ、北斗がね、まあ、もっと強くなった時とかにもまた、まあ、今でも使い道全然あるんですけど、またね、あの北斗たくさんやる機会が全然出ると思うので、まあ、北斗で言うと、まあ、美代ちゃんもそうなんですけど、うん、まあ、どっちかというと鈴木くんのが使うのかなっていうような気はするので、はい、そんな感じです。まあ迷ってるというか、まあ、PSR いっぱいもらえるっていうのがね、まあ、こっちはいいとこではあるんですけど、うん、まあ縦橋とか引いといた方がいいような気はしますね、どっちかというと。まああとなんだろう、まあ常設ですし、まあ、チケットで手に入れればいいやと思う方もいると思うのと、まああとあれですね、そろそろ寺道くんとか、まあ明神はちょっと、まあ、もうちょっと後かもしれないですけど、うん、新キャラとかもね、あの入ってきそうな匂いはするので、まあ、2020発売に絡めて
まあ、連動でね、あのおまけキャラもらえたりとかもあるんですけど、まあ、なんか同じタイミングで新キャラとか入れてくるのかなっていう気もしますし、まあ合宿がね多分軍道なんですけど、軍道はまあ全然ちょっとね、まあちーちゃんがいる関係で全然入る機会なさそうなのと、まあアプリでもほぼほぼ使われなかったキャラではあるのでそうですね、まあ、次来る、欲しいキャラといえば、まあ、寺道と苗字で、まあ、826がね、まあ、もうすぐっていうのもあって、まあ、そこで天音が来るのもあるので、まあ無理して引く感じではないかなっていうような感じですね、うん、っていう感じだと思います。まあ、母体持ってれば全然、まあ、鈴木くんとかはまあ今後かなり使うキャラではあると思うので、うん、いいのかなっていうところと、うん、まあ、俺もねせっちゃんと鈴木くん、まあ、誰も PSR は持ってないので、ここで母体確保するのは全然ありかなっていうのはあるんですけど、まあ、7月2日まであるので、まあ、ちょっと様子見ればいいかなっていう感じで思っております。ごめんなさい、くしゃみがねちょっと鼻炎なので、あの定期的に来るんですけど、はい、そんな感じですね。まあ、なので、まあ、どっちかといえば多分ね常設だけどこっちの方がおそらくいいガチャで、まあ、あのねこっちもまあなんつうんですか、ピースを増やしておくためには結構有能どころの3体ではあるので、まあ、それ以外のキャラはねちょっと微妙ではあるんですけど、うん、この3体の中で、まあ、PSR とかゲットして、しっかり解放させたいよっていう人とかは、サマーフェスタ、まあ、ガチャ自体はねあの確率アップしてるので、まあ、ちょっと出やすいっていうのはあるんでいいガチャだとは思うんですけど、うん、そんな感じですね。まあ、引くのは全然 OK だと思います。そのフェスタ系のガチャはおそらく内容はね、良くしてくれる今後もガチャなのかなと思うので、うん、まあ人選がね、まあ佐伯どっちかでもいれば、まだ全然違ったのかなっていうような感じはするんですけど、うん、まあ基本的にはスルーでいいかなって、無理するガチャではないかなっていうような感じですね。はい。以上。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。以上。で来週これだよね。で響きの心、まあ、多分2020にかぶせて響きの心だと思うんですけど、うん、来週のね何来るかっていうのとかもで、まあ、決めても全然いいのかなって感じなので、はい、まあ、とりあえず様子見ましょうということで、はい、終わりましょう。バイバイ。